はいどうも、タメです。今回もユースから育てた架空選手のみでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。リーグはイングランド3部、現在順位は勝ち点53の3位となっております。前回ちょっと調子を落として首位から転落してしまって、現在はねプレーオフ出場圏内の順位となってしまっております。できればねプレーオフは戦わずに自動昇格でストレートで昇格を決めたいところなので、リーグは残り17試合、ここでなんとか順位を上げていきたい。で前回ね FA カップ4回戦マンチェスターユナイテッド相手に1対2で惜しくも敗れてしまいました。ただまたいい戦いができていたと思うので、これは自信につなげていきたい。パパジョンズトロフィーの方も今回は3回戦で敗退となっております。なのでもう残すところはね昇格をかけたリーグ戦のみなので、今回はねシーズンの終わりまで進めていきたいと思います。現在のチームはこんな感じ。さあついにねうちのエースエヴァンスが80の大台に乗りました。これは2部で戦っていくことを想定しても非常に大きいかなと思います。あとはテイシェルがねあと1っていうところまで来てます。まああとは今季中にこのディフェンスラインのビンスキー、バーグマンあたり、この辺もね70代に乗せてくれれば来季を戦っていく上でだいぶ楽になるんじゃないかなと思ってますので頑張ってほしい。前回ね大怪我からバリクが復帰してますので、彼もねまた試合に絡めていってあげたいなと思います。それでは進めていきましょう。リーグ戦相手は15位のウィコム・ワンダラーズ、2対2の引き分け、エヴァンスとウィンクラーのゴール。リーグ戦相手は8位のケンブリッジ・ユナイテッド、1対1の引き分け、オルセンのゴール。リーグ戦相手は11位の MK ドンズ、3対1で勝利、オルセン2ゴール、エヴァンス1ゴール。メキシコのスカウトレポート、15歳のアロンソ契約していきましょう。リーグ戦相手は4位のロザラム、2対0で勝利、エヴァンスの2ゴール。デンマークのスカウトレポート、15歳のダール契約していきましょう。リーグ戦相手は19位のフリートウッドタウン、1対0で勝利、エヴァンスのゴール。さあリーグの方は1つ順位を上げて2位となりました。3位と4位の勝ち点差が開きつつあるので、おそらくこの上位3チームでの自動昇格権争いになるかと思います。リーグ戦相手は10位のプリマスアーガイル、2対2の引き分け、エヴァンスとリューグのゴール。リーグ戦相手は23位のモアカム、2対1で勝利、リューグとオルセンのゴール。リーグ戦相手は22位のポーツマス、1対2で敗戦、エヴァンスのゴール。そしてついにエヴァンス、イングランド代表選出。イングランド代表とはさすがだね。デンマークのスカウトレポート、15歳のトムセン、17歳のアンドレアセン契約していきましょう。メキシコのスカウトレポート、15歳のガヤルド、15歳のアルセ契約していきましょう。ウェールズのスカウトレポート、17歳のアイノン、16歳のウィン契約していきましょう。リーグ戦相手は7位のボルトンワンダラーズ、2対0で勝利、マルティンストールセンのゴール。リーグ戦相手は10位のアクリントンスタンリー、2対1で勝利、ハンターとオルセンのゴール。リーグ戦相手は19位のジリンガム、3対2で勝利、オルセン2ゴール、エヴァンス1ゴール。さあリーグ戦1位と2位の天王山、現在サルフォードは1位に返り咲くことができました。そしてここで勝てば2位を突き放すことができる大事な一戦だと思いますので、今回こちらをプレイしていきましょう。相手はウィガン、今回この布陣でいきたいと思います。今回バーグマンに変えてハーバー、ウィンクラーに変えてバリック、この2人をスタートから起用していきます。そして選手たちはもうだいぶね期間が経ったので、だいたい1から2ぐらい能力の方は成長してるかなといったところ。テイシエラはついに80代に乗りました。まあ順位にも表れてるけど、3部にいていいチーム力ではないということで、この試合も気持ちよく勝ちたいね。キックオフ、トロック、テイシエラ、ナイスカット、さすが80。さあトロク抜けていく、うまいね。いやー惜しい、もう一回こぼれ、オルセンからバリック、もう一回オルセン、サイバンスからマルティンス、まずいぞ。いやまずい、オッケー、ナイスハーバー、オッケー、いいね、ビンスキー、マルティンスからエヴァンス、これをカットする、マルティンス、ナイスゴール、うまかった、冷静に一人かわす、さすがの貫禄、マルティンス、1対0、
ナイスカットハーバー、ナイステシェラ。さあちょっと押されてるんでここは気をつけたい。オッケー、ナイスボールザック。まずい、ボールザックいいね。ハーバー、ここで前半終了。前半終わって1対0、1点リード。いや思いのほかヴィーガンが強くて若干苦戦を強いられているが、たださすがにこの力で負けることはねあんまりないと思うので、なんとかそこで差を見せつけていって後半追加点取れればなと思います。ただ若干押された中でもハーバーとウォルザックのセンターバックのコンビ非常に安定していた。メンバーは変えずに後半いきましょう。後半キックオフ、ナイスブロック。オルセン、マルティンス、そしてバス。オッケー、ナイス。めちゃくちゃ綺麗。ダイレクトでのあの連携は見事だね。めちゃくちゃ連動してる。前線3人の素晴らしいゴールが生まれた。2対0。ナイス、ハーバーいいね。バリック、ビンスキーも調子いいね。トロック、ナイステイシェラ。マルティンス、エヴァンス、オッケー、まずいぞ。いいね、ボルザック、しっかり全員が集中している。ナイス、選手変えていこう。マルティンスに変えてタイ、バリックに変えてデルボオールセンから、さあ自分で行くか。ここはボルザック、デルボ、うまい。ここで試合終了。2対0で勝利。ウィーガンもちゃんと2位の強さだった。ただその相手に2対0で勝ち切れたっていうのは非常に大きいね。エヴァンス1ゴール1アシスト。マルティンス1ゴール1アシスト。メキシコのスカウトレポート。16歳のイダルゴ。15歳のナバーロ。契約していきましょう。さあ、ウェールズとメキシコのスカウト期間が終わりましたので、新たな国に派遣していきましょう。一人はカナダ。行ってもらいましょう。もう一人はカメルーン。行ってもらいましょう。リーグ戦、相手は13位のクルー・アレクサンドラ。3対0で勝利。オルセン、マルティンス、リューグのゴール。リーグ戦、相手は11位のピーター・バラ。0対2で敗戦。リーグ戦、相手は7位のウォルソール。2対0で勝利。エヴァンスとタイのゴール。リーグ戦、相手は21位のオックスフォード。2対4で敗戦。ウィンクラー2ゴール。ユースの月例レポートを見ていこう。さあ直近でね、結構ユースとの契約はできてますので、またねユースアカデミーの方も盛り上がってきました。まあ挙げるとしたらね、来シーズンからになりますが、このデンマークのアンドレアセンなんかはポテンシャルの加減値があとどうなるかってとこぐらいで、 OVL の職地が非常に高くてかなり期待できる選手じゃないかなと思います。さあしばらく新メンバー取れてないからね、そろそろ取っていきたいよね。さあリーグ最終戦、相手は16位のサンダーランド。もうねサルフォードは優勝が確定しています。2対2の引き分け。エヴァンスとウィンクラーのゴール。それでは今シーズンの振り返りやっていきましょう。まずリーグ戦の方は25勝12分け9敗、勝ち点87で2位と6ポイント差をつけての優勝と、
なりました。負けが一桁台しかなかったっていうのは非常に良かったと思います。そして今季はなんとね、リーグ戦29ゴールでエヴァンス得点を獲得。素晴らしい、圧倒的1位。まあ能力を考えたら妥当でしょう。イングランド代表が3部にいていいわけないもんな。そしてなんとアシスト王もエヴァンス、まさに無双状態。各選手のスタッツ見ていこう。さあテイシエラ、サイドバックながらに3ゴール6アシスト、いいですね。やっぱり天才的なクロスがあるからね、このアシスト数もうなずける。リューグ5ゴール5アシスト、まあボランチでこれなら普通に合格点ですね。ただそれ以上の恩恵があるからね、リューグは。さあデルボーも今季結構取ったね、6ゴール。オールセンすごいな、トップ下メインで15ゴール7アシスト、要所要所でめちゃくちゃうまいプレー見せるから、なんかこう見入っちゃう選手なんだよね彼は。ウィンクラ6ゴール1アシスト、マルティンス12ゴール4アシスト、2桁乗せたのは見事。ただ彼の持ってるものを考えるともうちょっと取れたんじゃないかなとは思うな。エヴァンスはもう圧巻の無双っぷり、34ゴール22アシスト、これはもう言うことなし、間違いなくもうプレミアでもやれる選手だとは思うので、イングランド2部でもどこまでやってくれるのか非常に楽しみ。タイはもうちょっと頑張れたな、5ゴール1アシスト。さあ成長の方見ていこう。バルは66から71、バーマン62から66、ビースキー伸びたね、63から70、ハーバー62から66、ウォルザック69から75、バーグマン64から69、テイシエラ75から80、リューグ68から74、リューグも50台スタートだったからね、それがここまで来たっていうのはもう感動的だね。デルボ55から60、まあ、それで言ったらデルボも40台スタートだったから、ようやく60台まで来てくれたか。トロク58から63、オルセン70から76、伸びたね。ウィンクラー64から68、マルティンス67から73、エヴァンス75から81、タイ60から65。さあ、シーズン終了です。さあ、来季も問題なく続投。それではね、次回からイングランド2部での新シーズン、スタートしていきます。今回はここで終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。